波旋風が巻き起ころうとしています。その担い手となる選手には、かつて弱小のサッカー部を日本一に導いた者や宇宙を救った者など、そうそうたる顔ぶれが揃っています。イナズマオールスターズ対ジャパンドリームズ、まさに時空を超えた歴史的なドリームマッチの始まりです。それでは早速選手たちを紹介しましょう。まずはイナズマオールスターズ、ゴールキーパー遠藤守、立ち向かい勇気、ディフェンダー風丸一郎太、壁山平五郎、西園慎介、七花きなこ、津波長介、ミッドフィルダー松風天馬、アフロテルミ、緑川隆二、フォワード豪円寺修也、野坂優馬、剣恭介、稲森篤人、フェイルーン、木山博人、以上16名。ライモン中所属のメンバーを中心に構成された攻守のバランスがいいチームですね。ゴールを守る遠藤選手がキャプテンとしてチームを引っ張ります。対するはジャパンドリームズ、ゴールキーパー三国太一、ディフェンダー桐野蘭丸、小暮優也、刈谷正樹、ミッドフィルダー一ノ瀬和也、不動明夫、木戸優斗、財前東子、進藤拓人、フォワード吹雪指導、染岡龍吾、灰崎良平、浦部理香、白龍周、ザナークアバロニク、以上16名。強力なストライカーが揃っていますね。木戸選手と進藤選手の司令塔コンビによるゲームメイクも見どころです。さあこの試合一体どうな…ちょっと待ってください。たった今参加が決定したチームがあるようです。これはかつて日本中が彼らの脅威にさらされました。それでは紹介します。突如参加が決定したのはエイリアマスターズ、ゴールキーパーデザーム、ディフェンダークララ、ゴッカ、ゾーハン、ミッドフィルダーウルビナ、レーゼ、ボンバ、コーマ、アイシー、レアン、フォワードグラン、ガゼル、バーン、ウィーズ、ゼル、ネッパー、以上16名。星の使徒と名乗る彼らの実力やいかに。波乱の幕開けとなった本大会、一体どんな激戦が繰り広げられるのでしょうか。それでは試合開始までもうしばらくお待ちください。